筋肉の角度は45度。どうもトタチャンネルです。本日の食材はこちら。今回はね、動物好きな方は閲覧注意かもしれません。苦手な方はここで退場してください。どうぞ。はい、こちらアヒルの頭ですね。タイから仕入れました。しっかりと毛も取られてて、くちばし表面って黄色いじゃないですか。この黄色い皮みたいなとこも剥がれてますね。ツルツルです。そしてね、舌もね多分抜かれてるんですよ。なんか抜かれてるんですよね。最近はね、アヒルとかをペットとして飼ってる方もいると思うんでね、こういうの動画としては出しづらいんですけど、まあ、このアヒルもね立派な食材として流通しているものなんで、美味しくいただこうかなと思います。ちなみにタイでは一般的によく食べられているそうです。まあ、丸ごと煮込んで食べたりとか、あとね、なんかくちばしだけを食べるっていう料理があるみたいですね。パークペットトートっていうのがあって、パークっていうのは口、くちばしの意味ですね。ペットっていうのはアヒル、トートっていうのはあげるって意味ですね。でパークペットトートと、今回はパークペットトートやっていこうと思います。それではレッツクッキング。まあ、人間の心理的にこういう頭って全然違いますよね。肉の塊と違ってね、本当にこういう生き物をね締めていただいてるんだなっていうのが分かりますよね。ではまずこのくちばしを裂いていかなきゃいけないんですよね。くちばしを裂いて食べるんですけども、このね頭をどうするのかな。これネットの情報だとか見たら本当についてない状態で唐揚げにしてるんですよ。なんでまずこうさばくのかな。ちょっとグロですね、ごめんなさい。ちょっと入れますね、歯を。はい、グロです、ごめんなさい。いただきます。ちょっとね、肉を切るのとはわけが違いますね。やっぱ頭切るのって怖いな。なんか、あ、いけたいけたいけた。あ、なるほど、こうパカッて裂けるんですね。パカッと裂けて、はい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 。パークペットトートは初めてなんでね。でもなんか骨とか気にならないのかなっていうのはありますよね。複雑な骨の構造ではないのかな、この顎に関しては。まあ、こういう形でパクリといっている感じですね。せっかくなんでね、頭もこう上げましょうか。パークペットトートということで、ガブリと。多分頭とかも意外と簡単に割れると思うんでね、まあ、この要領でやっていこうと思います。歯を入れてあげると、よいしょ、この要領で、よいしょ、パカーッと開けて歯を垂直に入れる。そしてもうちょっと開きの、また垂直に入れる。はい、取れました。はい、はい、こんな感じでもう見た目もねだいぶグロさが遠のきましたね。これでほらもう肉の塊、上の方はねちょっと目がついててこんな感じで怖いんですけどね、下顎の方とか特にほら本当にケンタッキーみたいな感じになりましたね。今回のはね、パークペットトートとか言いながら、まあ単純に唐揚げなんでレシピは簡単です。まずはお皿にアヒルを入れちゃいます。適量塩コショウ、はい、こんなもんで。醤油は控えめ、こんなもんかな。お酒も醤油よりちょっと多いぐらい、これぐらい。そしておろしにんにくもお好みで、こんなもんかな。みじん切り生姜もお好みで、でよく揉み込む。やっぱなんかタイ料理なんで、ここはね料理過程もこう素手でいくというねスタイル、タイの人がこうやってそうなね、こういうね、ここでしっかりと、ね、肉にすり込んでいきますよ、こうね。はい、そしてよく揉み込めたら小麦粉を投入します。はい、しっかりとまぶせるようにね、下準備の完成。はい、したら鍋にサラダ油をたっぷりと、火をつけていきます。こちら弱火から中火ぐらいで、では揚げていきます。超いいね、うまそうだねこれ。ほら、はーい、超めちゃめちゃいい香りが香ってくる。すごいこれ、
はい、こちらね一旦火を弱めて弱火ぐらいでねきつね色になるまで揚げていきます。いい感じに揚がりましたね。これほら美味しそうでしょ。では揚げていきますね。しっかりと油を落としていきます。見てこれ外パリッパリでなんかほらお肉がうまそう。ほんでこちら頭はねまあ10分プラス5分、15分ほど揚げましょうか。若干分厚いんでね、よいしょ、はい、はい、いい感じになりましたね。こちらねちょっと多めに揚げちゃいました。お皿にレタスを盛り付けてちょっと小玉のレタスを、ね、じゃあ入れました。アヒージョさんを盛り付けていきます。あとはトマトを盛り付けて、このトマトをね食べようと群がっている感じにイメージしました。はい、パークペットトート完成でございます。すべての食材に感謝を込めていただきます。ではではこちらパークペットトートいただいていきます。まあ、こちらねチリソースと一緒に食べるっていうのもね一般的なんだそうですけど、まあ、今回はね唐揚げ自体にちょっと味をつけましたのでこの味だけでちょっといただいていこうと思います。まずはこちら下顎から見てください。ほら、すごい持ちやすくなってるんですよ、こうやってね。ではいただいていきます。どうでしょうか。うん。可食部が少ないね。美味しい。少ないけどその少ない部分がめちゃめちゃいい味ついてる。これはね、前回もアヒルの胴体部分、普通の部分食べたんですけど、それよりも本当鶏肉に近くてケンタッキーとそう変わらないですね。ケンタッキーだわこれ。うん。おいしい。これ横の部分って下の奥っていうのかな、なんかねコラーゲンたっぷりですごくゴインゴインしておいしい。旨味もしっかりあって若干小骨とかもあるんですけど大体はね口の中で砕けちゃう、危ないこともないです。うまいね。ではこちら上の方もいただいていきますね。はやー、うん、さらに食うとこ少ないんですけどね、この頭の表皮とかあとはここら辺にちょっと肉があるのかなってぐらい。うまいね。ほらこの頭の皮を食べるって感じですね。コラーゲンですね全体的に。これ目玉もいける。あ、この鼻の中とかうまそう。ほらこんな風に分かれました。さあここすすると、少々小骨多くてまあ食べづらいとこあるかもしれないけど美味しいよこれ。それはケンタッキーと一緒で、これ頭の上部はね若干食べづらいイメージかな。だけどあ見てほらこれね勝手に取れちゃいました。すすっているうちに分解されました簡単に。頭蓋骨もそんな分厚くないからね、やっぱ揚げるだけでこんな脆いもんなんですね。これ脳みそじゃいただきましょうか。脳みそもブレンズ、うまい。相変わらずブレンズはですね、他の動物のブレンズもいただきましたけど、ほんとねクリーミー、美味しいわ。これはね箸で食うもんじゃないですね、手でこういろいろむしっていくもんですね。ポン酢とかかけても絶対美味しい。結構止まらないですねこれ。いただきます。あ、皮がうまいんだこれね。うん、豪華に合うわ。かぶりついちゃいます。そしたら
後頭部の方にね結構しっかり肉があるんで意外と取れるんですよ。表面に薄く張ってる皮も、まあ、なんていうの頬肉っていうのかな、なんかこの辺も結構肉があって、ほらパックリ割れちゃいます。この鼻の中も詰まっててですね食べれるんですよ。こんな感じで詰まってるんですよね意外と。うん、美味しい。カニ味噌すするみたいにねこうすすっちゃう。うん、こうガブリとかぶりついた接続部が剥がれて脳があらわになると最高です。ここでいつものコカ・コーラいっちゃいます。うまい。パークペッパートートに合います。ごちそうさまでした。美味しかったです。それではこちらゆっくり食べていきます。はい、ってことでね今回のパークペットトートは大成功です。まあ、今回の食材に関してはですねタイの方でも一般的に食べられてる食材だし、まあ、アヒルも日本でも食べられないことはない、そんなに、ね、得意な食材ではないと思うので、まあ、美味しいのはほぼ確定だったんですけど、まあ、予想以上に食べるとこも多くて旨味の方もすごい強い感じでした。食べ応えが意外にあるって感じですね。まあ、インパクトもあって、まあ、食べるのに楽しい食材だと思うんでね、皆さんもパークペットトート挑戦してみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。